2006年、ブラジル2006年の世界ツーリングカー選手権は2006年4月2日にイタリアのモンツァサーキットで開幕し11月19日にマカオ市街で開催された最終戦マカオまで全10ラウンド全20戦で争われた最終ラウンドのマカオを残した時点でチャンピオンタイトルの可能性が9名のドライバーに残されるという接戦となったが チャンピオンタイトルは、ヨルグ・ミューラーを1ポイント差で下した、アンディ・プリオールが2年連続で手にした。前年まで参戦していた、フォードの撤退により、参加する自動車会社は、BMW、アルファ・ロメオ、セアとゼネラル・モーターズの4社となった。当初、ロシアの自動車会社ラダがエントリーしたが、参戦、することはなかった。新規車両として、BMW が百二十種を、 セアトがレオンをそれぞれ投入し、ワークスチームを中心に供給されている。それに伴い、前年度に使用されていた 320i、トレドはインディペンデントチームのみが使用することとなった。タイヤは前年のミシュランに代わり、横浜ゴムがアドボンブランドで全チームに供給した。イモラ、スパフラン・コルシャンがカレンダーから外れ、クリチバ、ブルノが新たにカレンダーに加わった。 イギリスでの開催地は前年のシルバーストーンからブランズハッチに変更された。表中のナンバーにがついているドライバーはインディペンデントクラスに属す。各レースの乾燥者上位から10点から8点から6点から5点から4点から3点から2点から1点という形で上位8人にポイントが与えられる。同ポイントの場合はデッドヒート制により順位が決まる。 参加する各メーカーの車両のうち、各レースの上位2台のみが対象となる。そのため、仮にあるメーカーがレース結果において1位から4位を独占した場合、3位と4位に入った車両は、マニファクチャラーズ選手権の対象から除外されるため、そのレースで5位に入った車両のメーカーに3位としてのポイントが与えられることとなる。インディペンデントクラスの出場車両も同様に除外される。 ありがとうございます。